コモンデベロップメントディストリビューションライセンスは3マイクロシステムズがモジラパブリックライセンスバージョン1.1をベースとして策定したフリーソフトウェア向けライセンス規定。CDDL でライセンスされたソフトウェアは使用量が無料であり無保証で非独占的な利用が可能である。対象ソフトウェアの品質及び性能に関するリスクはすべて利用者が負う。また、ハンプにあたり ソフトウェアを実行可能なコード形式で提供する場合は CDDL に従ってソースコードの提供が義務付けられており CDDL のコピーを添付しなくてはならないソースコードの提供はソフトウェア交換に一般的に使われているメディアや妥当な方法でなくてはならない CDDL では特許による規定が定められておりまたソフトウェアを修正 拡張するの開発者の規定を明確に定めている。ソフトウェアを修正した場合も CDDL が適用され、自分が修正したコードのコントリビュータであることを明記しなくてはならない。ただし修正とは異なり、全く別のライセンスのコードを組み合わせて拡大配布物を作成し、それを単一のライセンスとして反付することも可能としている。組み合わされる別のライセンスのコードは、 CDDL が適用されなくても構わないが、CDDL で、もともと配布されたコードには、CDDL の要件を満たす必要がある。CDDL は2004年12月1日、オープンソースイニシアティブの承認を受けるべく提出され、2005年1月に、オープンソースライセンスとして承認された。ライセンスプロリフェレーションコミッティの当初のドラフトでは、 CDDL を9つの主要なライセンスの一つとしていた。サンマイクロシステムズが以前にフリーソフトウェア、オープンソースプロジェクトに使っていたライセンスはサンパブリックライセンスであり、これもモジラパブリックライセンスをベースとしていた。CDDL はサンライブでは SPL バージョン2とみなされている。CDDL でリリースされている製品の例、CDDL 提案書。 第二版は2005年1月に提出された。この時、欧州の著作権法と噛み合わない点が修正され、単独の開発者も CDDL を使えるようにした。上記の通り、CDDL でライセンスされた配布物は修正されたものに関しては CDDL を継承する必需性があるものの、組み合わせた拡大配布物に関しては CDDL でもともと配布していた部分が CDDL を満たしさえすれば、オープンソースかプロプライエータリかに関わらず、他のライセンスのファイルと組み合わせて配布することが可能である。これはプロプライエータリがコードを持つ企業が、フリーソフトである部分と、そうでない部分を明確に区別して配布することができるように考慮されていると考えることができるが、フリーソフトウェア財団は、このライセンスは、 GNU ゼネラルパブリックライセンスとは非互換であるとしている。非互換は MPL から継承したいくつかの複雑な条文に起因している。かつて3で働いていたダネセ・クーパーは CDDL が MPL をベースとしている理由として MPL が GPL 非互換だからだと述べた。第6回デビアン会議でクーパーはソラリスカーネルを書いた技術者らがオパンセラリスが GPL 非互換となるよう要求したと述べている。モジュラが選ばれた理由の一つとして GPL 非互換だからというのがある。それはオパンセラリスリリース時の設計の一部だった。ソラリスを書いた技術者らはどうリリースすべきかという考えがあったのであって、それは尊重されるべきだんのチーフオープンソースオフィサーであるサイモン・フィップスは当時これについてコメントしなかった。フィップスは CDDL 策定当時を知る人物であり、クーパーを CDDL を実際に書いた人と紹介している。その後2006年9月になって、フィップスはクーパーの言ったことを否定したセディトゥールズは、かつてすべて GPL でライセンスされていたが、一部を CDDL に変更したことから、非互換部分が論争の火種となった。デビアンプロジェクトは、ビルドシステムが CDDL でライセンスされているため、 それが法的に配布不可能になっていると宣言した。すなわち、GPL ではソフトウェアをビルドするのに必要な全、スクリプトも GPL でライセンスされることを要求しているためである。従ってセディトゥールズは著作権侵害となるようなライセンス非互換状態になっているとした。セディトゥールズのビルドシステムであるスマイクの作者は、 それが独立したプロジェクトであり、GPLV3 に違反していないと主張している。ありがとうございます。